名古屋ドームです。セリーグ公式戦、中日ドラゴンズ対阪神タイガースの4回戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、現役時代にはいつも試合前に行う準備というのはあったんですか？そうですね、いつも同じような行動パターンで試合に臨んでましたね。なるほどね、やはりそういった準備がプロという感じなんでしょうね。まずはドラゴンズの先発、大野が名古屋ドームのマウンドに上がります。どんな投球をしてくれるんでしょうか。小宮山さん、やはりバッテリーとしては立ち上がりきっちりストライクが入るかどうかポイントだと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、とにかくしっかりとコントロールできるかどうかっていうところが大事なことになりますからね。なるほどね、コントロール重視の小宮山さんらしいコメントありがとうございます。初球ボール、ボールになります。ボール先行です。これが3球目、低め見送りました。ストライクです。146キロ。次が4球目、アウトコース見送ってストライクです。2ボール2ストライクと追い込んでいます。打ちました。セカンド取る、アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている北条、前回のゲームではマルチ安打を記録しています。勝負強いバッティングをしてましたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。大野、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上大野、そしてキャッチャーは大野。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。落としました、外れます。高めのボール、これはどうか。ツーアウトになりました。クリーンナップが登場します。バッター糸井、前回のゲームではホームランを含むマルチ安打を記録しています。しっかり打点を上げていい働きしましたよね。はい、さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。ツーアウトランナーありません。初球見送っています。次が2球目、入れてきました。あっという間に2ストライクです。打ちました。高橋、1塁アウト、3アウトです。この回タイガース三者凡退です。1回の裏、これからドラゴンズの攻撃が始まります。ドラゴンズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますタイガースはご覧のような守備陣です。タイガースマウンドに上がるのは先発のメッセンジャー。さあドラゴンズ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。大島が打席に入ります。さあタイガースはエースが登板ということになります。さあそのエースをドラゴンズ打線がどう打ち崩していくか、非常に楽しみです。初球わずかに外れてボール、スピードボールを持っています。打ちました。取ってワンアウトです。バッターは2番に入っている京田。
5試合連続安打が続いています。本当に打撃好調です。そうですよね、本人も今状態がいいんだと言ってましたからね。はい、さあ今日も続けることができるんでしょうか。まずはワンアウトを取っています。アウトコース見送ってストライクです。スピードボールを持っています。インコース見送ります。ノーボールツーストライクです。ここは落としてきました。インサイド変化球外れます。見逃して三振です。2アウトになっています。バッターは3番のアルモンテ。2アウトランナーありません。枠をいっぱいに使ってきます。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。スライダーできました。ノーボールツーストライク。さあ外してくるのか。よく見極めましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール。打ちました。鳥谷一塁送球します。一塁アウトで3アウトチェンジです。この回ドラゴンズ3人で攻撃を終えています。2回に入ります。タイガースの攻撃、打席には4番バッター大山。さてドラゴンズの先発は大野。ここまで4試合に登板して2勝1敗という成績。前回の登板は5イニング投げて自責点5、負けがついています。初球ボール。空振りになります。引っ張った。レフトの前、あっという間にレフトへ。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。打順は5番福留。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました。ボテボテ二塁送球、セカンドホースアウト、一塁送球アウト、ダブルプレー。バッターは6番マルテ。前回のゲームでは無安打に終わっています。タイガースダブルプレーでランナーなくなりました。この回の大野4球で2アウトにしています。そうですね、まあ省エネでねピッチングできてますからね。はい、さあ次のバッターはどうなるか。アウトコース外れます。落ちるボールは
これは外れています。打ちました。ヒットになった。ツーアウトランナー一塁。バッターは7番に入っている梅野。ヒットでランナーを一塁に置いています。いいところへ決めてきます。ストライクです。打ちました。セカンド取った。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。0対0同点です。2回の裏、さあドラゴンズこの回は4番から始まります。バッターはビシエド。前回のゲームでは無安打に終わっています。ドラゴンズ0対0で迎える2回の攻撃です。初球これは大きな変化球。得意のボールでストライクを取りました。2球目は何で来るか。インサイド落ちました。これはどうだ。センターの前、あっという間にセンター前へ。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー1塁です。さあバッターは平田。ここでホームランが出ると通算100号ホームランの達成となります。外から入りました。ちょっと浮きましたね。低め中心でゴロを狙いたいですね。なるほど、そうですか。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。インサイド落ちました。ファウルになります。この球は落としましたが決まりません。まあ次は釣り玉でもいいですね。インコース打ちました。いい当たり。これはどうか。ワンバウンドヒットになりました。二塁はセーフ。これで5試合連続安打。ノーアウトランナー二塁一塁。インサイド落ちました。このフライは切れそうだ。切れました。ファールボール。落としてきた。しかしバットは止まっています。これで追い込みました。ピッチャー有利のカウントですから、インコースのストライクからボールになるような球で勝負ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。小宮山さん、ゲッツーを狙う。空振り三振。前にボールを飛ばせません。ワンアウトにはなりましたが、それでも先制のチャンスは続きます。投げなかったですね。さあそしてこのチャンスで打席には7番の福田が入っています。初球は大きな変化球、ボールになります。この球は外れました。内へズバッと投げ込んできました。
打ちました。いい打球だ。伸びていく。どうだ。入った入った。先制のスリーランホームランです。ドラゴンズ今シーズン第1号のスリーランホームラン。低めでしたがしっかり踏み込んで引っ張った打球、スタンドに放り込んでいます。ここ一番の集中力が光ります。さあここで先制点を奪うホームランが飛び出しました。いや、うまく打ちましたね。これはこの一発で先制点を奪いました。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている大野。2試合当たりが出ていません。ドラゴンズホームランで先制しています。小宮山さん、ちょっと苦しいピッチングが続いてますね。調子自体もあまり良くないと思いますけどね。ああ、なるほど。ベンチはこれをどう判断するかですよね。引っ張った。落ちました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。さあ一塁ランナーを返して点差を広げたい場面です。そして打席にはピッチャーという場面です。ここは送りバントでいくでしょうね。はい、さあ送ってくるか。送ります。大山二塁へ送ります。二塁アウト。送りバント失敗。打順は1番に帰ります。バッター大島、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ドラゴンズこの回先制となるスリーランホームランが出ています。インサイド詰まりながらもセンターへ。ここは打ち上げています。最後はセンターフライ掴んでスリーアウトです。しかしこの回ドラゴンズスリーランホームランが飛び出しました。2回終わって3対0、ドラゴンズ先制です。里崎さん、先発がしっかりゲームを作っているわけなんですが、調子はまずまずですかね。まあ今日はストレートが非常にいいですよね。うまく使えてると思いますね。なるほど、やはり投手の基本は直球ですね。さあまず1球目、初球ボール。ストライクになります。インコースへの変化球ストライクです。ワンボールツーストライクです。大きく外れました。打ちました。取った。アウト。ワンアウトです。ピッチャーに打順が回って先発のメッセンジャーがバッターボックスです。ピッチャーの打席ですけど雑にならないようにしたいですね。そうですね。これが1球目、アウトコースボール。これが2球目、空振りになります。落ちる球にバットが回ります。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。落ちる球、三振を取りました。打順はトップに帰って鳥谷。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球ストライク。
どうだ、平田よく間に合いました、ファインプレー、見事なスライディングキャッチです。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。いやー、これはピッチャー助かりましたよね。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3対0ドラゴンズがリードしています。3回の裏ドラゴンズの攻撃、バッターボックスには2番京田、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですよね。打ちました、セカンドが取る、アウト、ワンアウト。バッターは3番アルモンテ、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。メッセンジャー、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球簡単にストライクを取ります。インコース変化球決まりません。次のボールはゾーンギリギリを狙わないと危ないですよ。はい、打ちました、ショート取った、アウト、2アウト。打順は4番ビシエド、まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。さあ、ここはどういった攻め方をしてくるか。初球変化球は空振りです。さあ、2球目は何か、空振り、あっという間に2ストライクです。さあ、3球目は何か、打ちました、セカンド取る、一塁アウト、スリーアウトです。この回ドラゴンズ三者凡退です。3回終了、3対0ドラゴンズがリードしています。回は4回の表に入っています。追いかけるタイガースの攻撃、バッターは2番北条、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ドラゴンズリードで迎える4回です。さあ、小宮山さん、リードを守るべくしっかり抑えていきたいですね。まあ、そうですね、一発出れば試合がひっくり返されることもありますから、点差はあっても慎重にいきたいですね。そうですね、さあ、しっかり抑えていきたい。スライダー決まりました、ワンボールツーストライクです。低め外れました、高め打ちました、これはセンターに抜けました、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。打順は3番糸井、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球は際どいところに来ました、ストライクです。ここはゴロを出したいですよね。そう、引っ張った、ライトへ打球伸びる、ライト掴んでワンアウト。バッターボックスは4番大山、先ほどの打席でヒットを放っています。ワンアウトになっています。最初は変化球できました、ストライクです。牽制、一塁はセーフ。次が2球目、体に近いところ、
落ちる球を選択しましたが手を出しませんでした。外の変化球空振りです。2ストライク2ボールと追い込んでいます。さあ5球目は何か。見逃し三振。ランナーそのままでアウトを取れたのは大きいですね。はい、三振で2アウトとなっています。バッターボックスには5番福留。先ほどの打席はピッチャーゴロ、併殺打となってしまいました。2アウトランナー1塁です。アウトロー空振り。次が3球目。いいコースに決まりましたね。ワンボールツーストライクです。インローボー、見逃して三振になります。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。3対0ドラゴンズがリードしています。5番バッター平田、まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。際どいコースに送ってストライク。スピードボールを持っています。高めのボール、ファールグラウンドへのフライです。梅野が抑えています。ワンアウト。バッターボックス高橋、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミング合ってなかったですよね。ここはしっかり狙っていきたいですよね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。2球目は何で来るか。アウトローを見送ってボール。アウトコース見送っています。バッター弾き返した打球はライトへ。ライトが取りました。2アウトです。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球はご覧の通りです。これが初球。ファウルになります。ここはストレートを続けてみてもいいかもしれませんね。なるほど、さあどう来るか。3球目は何で来るか。よく見ています。4球目は何で来るか。インサイド落ちました。センターへ抜ける。これでマルチヒット。2アウトランナー1塁。バッターボックスは8番大野。前の打席はいい当たりのヒットでしたから、注意が必要な場合。打ちました。北条1塁へ送ります。1塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。
4回終わって3対0ドラゴンズがリードしています。ファウルになります。改めてお聞きします、バッターのマルテ、バッターとしてはどういう特徴がありますか？まあそうですね、打球が強烈なんで打たれた時のショックは大きいですね。怖いバッターですよ。そうですか。高めのボール、打球はセンターへ、センターが取りました。打順は7番梅野、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。大野、まずは先頭バッターを打ち取っています。ファウルになります。高めスライダー外れました。引っ張った、これは三塁線破っていった、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。ワンアウトランナー二塁となりました。さあドラゴンズ、得点圏にランナーを背負った場面です。まあこういう要所を締めていくのが大事になってきますからね。なるほど、そうですね。まあピッチャーの彼がこういった状況でよく打たれることがありますからね。ここは自信を持って投げ込んでほしいですね。はい、さあここはしっかり抑えたいところ。高めにバットが出ました。これが3球目、落としてきましたがこれは外れます。打ちました、痛烈な打球、切りました、ファールボールです。ツーボールツーストライクです。打ちました、弾き返した打球はレフトへ、アルモンテが掴んでツーアウト。さあ打席には先発のメッセンジャーが入ります。調子は悪くなさそうなんで続投させるということでしょうね。そうですね。さあ得点圏にランナーを置いた場面です。これは見送ってボール、バッター見送りましたが打ちいっぱいのストライクです。ワンボールツーストライクです。これが4球目、このピンチ見事三振を奪いました。なんとかここは抑えきりました。最後はインハイ、これには手が出ませんでした。見事なインハイでしたね。バッター反応できてませんからね。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。3対0ドラゴンズがリードしています。先発の大野が打席に入ります。ピッチャーとはいえ積極的にバットを出して打ちに行ってほしいですね。そうですね。最初は変化球できました、ボールになります。変化球がインコースに決まります。さあ3球目は何か、内への変化球は決まりません。インコース決まった、ツーボールツーストライクです。見逃し三振、ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター大島、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。メッセンジャー、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。
ストライクになります。ノーボールツーストライクです。ライン際落ちました。一塁蹴って二塁に向かう。これで3試合連続安打。ワンアウトランナー一塁となりました。さあ点差を広げたい場面、一塁にランナーを出しています。バッターは強打、まあバントの上手い選手ですからね、送ってもいいと思いますよね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。彼はクイックが速い。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する。盗塁成功です。見事に盗塁を決めた場面です。そうですね、いい走塁でしたね。いや、この盗塁は痛いですね。やはり走力というのは大きな戦力ということですね。はい、打ちました。これはどうか、センターに抜ける、ホームに送球。これで6試合連続安打。ランナー3塁1塁となりました。これではバットが出ません。ストライクです。落ちる球で誘ってきたんですが、バッター動きません。高めも少しは見せた方がいいですね。低めもより生きてきますからね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。打ちました、取った、一塁へ。ツーアウトになりました。ドラゴンズ1点追加します。アウトの間に得点、4対0ドラゴンズ4点リードとなりました。バッターボックスには4番ビシエド。ドラゴンズこの回1点を入れています。さあ4点をリードし、なおもその点差を広げていこうかというところです。二塁牽制、二塁セーフ。さあ初球は何か、引っ張った、大山一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回ドラゴンズ1点を追加しています。5回終わって4対0ドラゴンズのリード広がっています。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。2回の裏、チャンスの場面、しかし空振りの三振、先制とはなりません。さらにこの回ワンアウト一塁二塁のチャンス、7番バッター福田スリーランホームラン。ドラゴンズこの一発で先手を取ります。5回の表、得点圏にランナーを置いて、最後はやはりこのボール、三振に切って取ります。ここはしのぎます。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。6回の表、名古屋ドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。タイガース打順よく1番から始まります。鳥谷がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はライトフライに倒れています。ドラゴンズリードで迎える6回です。さあ里崎さん、この後のピッチング、どのようなところに注目しましょう。まあそうですよね、攻撃陣が点差を広げてくれてますからね。とにかく点をやらない粘りのピッチングが求められますね。なるほど、さあしっかりと守っていきたいところ。打ちました、強打、一塁送球、アウト、ワンアウトです。打席には2番バッター北条。
まあ、ここはさっき打たれたツーシームの使い方には注意したいですね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。これが2球目、ファウルになります。ノーボールツーストライクです。打ちました高橋、アウト、ツーアウト。打席には3番バッター糸井、先ほどの打席はライトフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね、ここは長打を警戒しておきたいですよね。はい、そうですね。ツーアウトランナーありません。打った高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてセンターオーバーのヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。糸井ヒットが出ます。ツーアウトランナー二塁。初球は何で来るか、初球ボール球です。さあ2球目は何か、いい落ち方だったんですがバッターよく見ています。高め見送ってストライクです。引っ張った、取った、一塁送球します。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。4対0ドラゴンズがリードしています。6回の裏ドラゴンズの攻撃、バッターボックスは5番平田、先ほどの打席はファールフライに倒れています。ドラゴンズリードで迎える6回の攻撃です。インサイド落ちました、ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターは6番高橋、先ほどの打席はライトフライに倒れています。いやアウトにはなりましたけどいい当たりでしたから、ここは慎重に行った方がいいと思いますね。はい、そうですね。まずはワンアウトを取っています。低めはボール、次が3球目、外への変化球は決まりません。打ちました、これはどうだ、破りました、センター前、高橋、これが自身本日の初ヒットになります。ワンアウトランナー一塁です。インサイド見送っています。低めの変化球です、ボール先行です。3球目は何で来るか、打ちました、ライトに強い打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これで3打数3安打の猛打賞、ワンアウトランナー三塁一塁。まず何を投げてくるか、まず最初のボールを決めていきました。
外の低め見極めます。これもアウトコース見送っています。ボール。さあ4球目は何か。外角高めへのストライク。ここは絶対抑えたい場面です。打ちました。このフライはどうだ。落ちるか。サードランナータッチアップ、バックホームする。サードランナーホームイン。ドラゴンズ1点追加します。犠牲フライを決めてきました。5対0。ドラゴンズリードを5点に広げています。バッターは今日の先発ピッチャー大野。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。次が2球目。いいところへ決まります。148キロ。これが3球目。インコース決めてきた。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。打ちました。サード取った。一塁へ送ります。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回ドラゴンズ犠牲フライで1点を追加しています。6回終了5対0。ドラゴンズのリード広がっています。小宮山さん、ここまで無失点と快調に飛ばしてますね。やはり点差はピッチングに影響してくるもんなんですかね。まあ、そうですね。非常にいい感じで投げれてますから、まあ、最後までという感じになってますかね今。そのベンチの期待にぜひ応えたいピッチャーです。大きく外れてボールになります。さあ3球目は何か。痛烈、セカンドが取る。アウト。これはチームの士気を上げてくれるようなプレー。いい動きでした。里崎さん、今のプレーいかがですか。まあこれは素晴らしいプレーですよね。初球ボール。2球目は何で来るか。インコース打ちました。いい当たり。センターに抜けました。一気にセンターへ。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスには7番梅野。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。バッター見送りました。惜しいボールでしたね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。空振り。ツーボールツーストライクです。打ちました。ファウルになります。ツーボールツーストライクです。打ちました。痛烈。これはショートライナー。8番バッター中谷。
先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここは慎重に行くべきでしょうね。そうですね。ツーアウトになっています。インコース決まりました。ノーボールツーストライク。低めに外れてボール。見逃して三振です。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。5対0、ドラゴンズがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、ドラゴンズの攻撃に入ります。7回の裏ドラゴンズの攻撃です。一方タイガースはピッチャーが変わります。島本が2番手としてマウンドに上がります。点差が大きく開いた場面での登板となりました。さあマウンドに上がったのは島本、今シーズン11試合目の登板です。さあ小宮山さん、終盤ここで変えてきました。流れを変えたいというところでしょうね。そうですね。まあとにかくしっかり抑えていきたい。2番バッター京田、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ワンアウトランナーありません。打ちました。取った。一塁へ。ツーアウトになりました。バッターボックスには3番アルモンテ、先ほどの打席で打点を挙げています。まあできれば打って決めたかったでしょうけどね。今度はいいところを見せたいですよね。期待しましょう。ツーアウトランナーありません。ストライクになります。あっという間に2ストライクです。変化球空振り。スリーアウトチェンジ。この回ドラゴンズ3人で攻撃を終えています。7回終わって5対0、ドラゴンズがリードしています。これから8回タイガースは代打を送ります。バッターボックスには代打の俊介。ドラゴンズ大きく点差をつけて8回を迎えています。小宮山さん、まあこの展開ですからピッチャーも気持ち的には楽でしょうね。そうですね。ただ気は抜けないですけどね。確かにその通りですね。初球は何から入ってくるか。ファウルになります。低めの際どいところですが外れています。外への変化球外れました。低めストレートストライク。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。インサイド落ちました。強打抑えてワンアウト。打順はトップに帰って鳥谷。今日はまだ当たりがありません。大野、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、ここはフライになっています。セカンドが構えます。高橋が掴んでツーアウト。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあそろそろ疲れも出てくる頃ですかね。そうですね。ただバッターからすればこの辺りが攻め時でしょう。変化球入りません。ボール先行です。ボールになります。ストライクが入りません。
次が4球目。打ちました。これはどうだ。ショート取った。一塁アウトで3アウトチェンジです。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。5対0、ドラゴンズがリードしています。8回の裏、ドラゴンズの攻撃です。そしてタイガースはピッチャーが変わります。背番号13、岡本がマウンド上に上がっています。点差が大きく開いた場面での登板となりました。高め変化球、空振りです。得意のボールでストライクを取りました。高め空振り、ノーボールツーストライクです。ボールになります。打ちました。セカンド取る。アウト、ワンアウト。バッターボックス平田、先ほどの打席はファールフライに倒れています。ワンアウトランナーありません。引っ張った、ボテボテ。サードが前に来る。アウト、ツーアウト。打席には6番バッター高橋、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。初球打ち、この打球は落ちるか、どうだ。ヒットになった。これでマルチヒット。ツーアウトランナー一塁。7番バッター福田、今日はここまでホームランを含む猛打賞を記録しています。いやー、当たってますよね。絶好調じゃないですかね。非常にいいバッティングを見せています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ストライクになります。ノーボールツーストライク。入れました。ファールボール、ツーストライクです。打ちました。痛烈、これはどうか。ワンバウンド、ヒットになりました。これで4打席連続のヒット。ツーアウト。バッターボックスには代打の武田。小宮山さん、ここは踏ん張りたいですね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。変化球でまず空振りです。アウトコース、これは見送ってボールです。これはちょっと手が出ません。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ、どのように料理していくか。打ちました。取ってスリーアウトです。ランナー出ましたが、ドラゴンズ得点には至りませんでした。8回終わって5対0、ドラゴンズがリードしています。これから9回、ドラゴンズが守りを固めます。そのまま入りレフト、レフトのアルモンテ。さあ、マウンド上の大野、無失点の好投でここまで来ました。里崎さん、この回を抑えれば完封勝利です。今日は非常にテンポのいいピッチング見せてくれてますよね。そうですね、なんとかここまで無失点できましたんで、このイニングもしっかり抑えてもらいたいですね。そうですね、最後の締めきっちりとしてほしいと思います。
妙ですよね。はい、低めにストレートが決まっています。ワンボールツーストライクです。打ちました、いい当たりだ。ライトが追いかける。そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。ドラゴンズ痛い一発を浴びています。追い込んでからのストレートでしたが、しっかりと引っ張られたあたりはフェンスを越えてしまいました。ドラゴンズ点差を詰められます。5対1。ここで一発を浴びてしまいました。最終回なんとか防ぎ切りたい。さあ、球数的にも多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあ、そうですね、100球超えてますからね、疲れが出始めてると思いますよ。ああ、なるほど。ベンチもどう動いてくるかですよね。4番バッター大山、サード大山、引っ張った、取りました。一塁送球アウト。スタンドのファンからも歓声が届きます。いい動きでした。里崎さん、今のプレーご覧になっていかがですか。今のは判断が良かったですね。さあ、まず1球目、初球ストライク。これが2球目、高めに持ってきました。あっという間に2ストライクです。見逃し三振。打順は6番マルテ。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。高めの球ストライクになります。ノーボールツーストライクです。見送ります。打ちました、強打。一塁送球、これで3アウト。試合終了になりました。試合を制したのは中日ドラゴンズです。里崎さん、非常にいい具合に流れに乗って試合を進められたんじゃないでしょうか。まあそうですね、今日は理想的な展開でゲームを進めることができましたから、チームとしてもいい勝利でしたね。そうですね、非常に大きな一勝となりそうです。勝ったドラゴンズ、大きな今日は勝利になりました。一方のタイガースですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで名古屋ドームから失礼いたします。